稲葉正則は、江戸時代の不代大,大名、老中、大政三与。相模小田原藩、第二代藩主。初代藩主、稲葉正勝の次男で、母は、山田重利の娘。稲葉正重と春日局の着村。正重系稲葉家、宗家三代。母は創生したため、祖母春日局に養育されていたが、寛永十一年に、父が死去したため家督を相続した。 幼少のため王子にあたる斉藤理州の補佐を受けた。官営15年に元服、理州の補佐は終わったが、以後は、父方のいとこにあたる堀田正盛が、後見人を務めた。官営17年から翌18年にかけて、領内総検地を実施、商法4年に、人口調査のため人別改めを行い、万事元年から万事3年にかけて、上面法に切り替えて、再び総検地を実施。 反省の基礎を築いた。また、鉄牛同期を招いて、小田原昭夫都市寺、江戸幸福寺の会期となった。明暦元年の朝鮮通信誌の接待も受け負った。春日局の孫ということもあり、抜閣として徴用され、明暦3年9月28日に老中となり、将軍の名城や第三を経て、翌万次元年7月12日から表情書へ出座、うる日に、 月番と、老中宝書家藩の上位を受けて幕閣への参加を認められた。漢文3年に1万国家増され、四大将軍、徳川家綱の文字政治を担うことになる。漢文4年から翌5年の幕府から全国への、領地反物、領地主因状、領地目録の交付では、区芸領を担当、漢文6年に、老中主座に昇格、同年に他の老中と共に、 諸国山川沖手を発令した。同年に、坂井忠清が、大老に就任。以後は、坂井忠清、久世博之、土屋和奈を、板倉茂のらと共に政治を取り仕切り、全国の公共事業、流通政策を、鉄牛や河村瑞剣を通して展開していった。狭山藩主法上市の相続問題にも、介入している。遠方八年に一万五千国を数を、合わせて、 大政参与に任命された。同年5月8日に、家綱が亡くなり、家綱の弟綱吉が五代将軍に就任して、忠清が12月9日に大老を解任されると、翌天那元年3月から越後騒動の再審を開始、7月8日に、紅葉山の家綱の仏殿建流の奉行を務め、12月8日に、大政参与を退いた。 天那三年うる五月二十七日隠居。家徳を長男の誠意に譲った。元六九年、江戸で死去した。去年七十四。遺体は、小太都寺に葬られた。医療は、ただし王が、小田原藩十万二千国を相続、残りは、他の息子たちに、旗本領として分置された。性質の父、毛利秀元から茶の湯を学び、学問、宗教を通して、 林画法、吉川これたる、鉄牛同期らと交流を深め、万事元年に、陰元隆起と対面してから大爆衆へ系統、陰元の弟子の鉄牛を小田原へ招いて、勝負都市寺と幸福寺の創建を行った。また、長崎と江戸を取り持つ役目も多い、オランダ商館館長や随行員との物品の交流、藩の医者をオランダ人医者に学ばせているなど、西洋文化導入にも取り組んでいた。 当時の社会事業となっていた、新田開発については、鉄牛の仲介を経て、町人受け負いの神殿開発を実行。河村瑞賢については、漢文9年から交流があり、家中の借金の仲介から瑞賢と接触、瑞賢が幕府に登用されるもとを作った。親戚で婿でもあった、堀田正敏や伊達奈村への貢献、経済援助も行い、 秀本亡とき後の毛利氏の後見人も務めた。天那三年の隠居後、有筆が書いた日記の編纂を家臣に命じて、永代日記が作成、後に紛失、書き抜きを経て三十二冊が、京都府京都市伏見区の稲葉神社に現存している。生息の行動、職務、交際記録や小田原藩の政治や、領民の同業、江戸での出来事も記されており、 当時の社会を知る資料となっている。春日局が三大将軍、徳川家光から賜った長州閣は生息の江戸屋敷に移築された。長州閣は明治時代に原富太郎が手に入れ、現在の三景園内に建てられている。ありがとうございます。